モンキーレンジってあれらしいですね。もともと配管工事とか配管を整備してる、少年たち、少年整備工みたいなのが、グリスまみれになりながら、配管なんでこう天井周辺とかをこうピョン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 こうすごい要領よくこう回りながら、でその子たちが一時スパナ持ち替えてたら落としたりしても危ないから、こういう難を使ってたと。で、グリスモンキーって呼ばれてたらしくて、その子たちが、でそれで、モンキーたちが持ってるレンチなんでモンキーレンチっていう風になったっていう説があるらしいです。はい。でとうとう嬉しいから 2個買いましたけどね。バーコのモンキーでも確かにこれはええわ。結局バーコやわ、これも。うん、分かりやすいところから、こんなんいいかもしれませんシリーズ。はい。まあこれはですね、そもそも、賢い友達がもう何年も前からいいですぜ言うて言うてくれてて、ガズレーシングの GR のルールですね。まあ、異常燃焼を、する原因の一つに、シリンダーとこのピストンの隙間から、燃焼室にオイルが入ってきちゃって、でそこを起点として、ボカンと、燃えちゃうよみたいなのがあって、でそこの異常燃焼っていうのを抑えるのに、そういったシリンダー壁とピストンの隙間から、オイルが入った時に燃えにくくなるように作ってあるらしいですってということで、でこれが、気にはなってはおったんですけども、で僕自体は、粘度指数が、10W50 ぐらいは欲しいみたいな数字に踊らされてるタイプなので、まあ、実際はそのスポーツ走行と粘土指数そんなに関係ないみたいな話もあるんですけど、まあ、そんなまああまりその辺に関しては僕はちょっと詳しい知識がないので、 180SX とかミラが、まあ、10W50 やったら、そんなになんかこう白煙吹いたこともないんですけど、 10W40 で行き過ぎるとなんか白煙とか吹いたことがあるの でちょっとやっぱり上が50ぐらい欲しいのかなっていうのもあって、僕は買わずにいたんですけど、アルトがですね、まあ、比較的街乗りをかなりするので、まあ、ちょっと入れてみようかなということ でついでにちゃんと壊れたんですけど、あのタラちゃんのミラね、慣れにもちょっとこの前入れてちょっと走り回ってみたんですけど、なんかええような気しますわいいような気がします。でこれもね、一回一回オイル入れてね、で分解してエンジンの中身確認して、でもっと言うたら前のオイル徹底的に洗浄してね、ちょっとでも残ってたら成分が変わるわけじゃないですか。でそういうことをした上で評価しないとダメなんですけど、評価のしようがないです、もう分からないです、そんなものは。はい。ただなんかいいような気しますわっていうことです。はい。でね、オイルに関して僕はあのすごい発見をしたんですよ。あのタラちゃんのミラも壊れまして、でその辺に関してもあのすごいこれはもう発見なんですけど、あの何しても壊れるときは壊れます。はい。結局ね、耐久性とかその強度の話なので、はい、ただ、例えば、まあ、ペール缶でね、もう20リッターですけど、まあ、20リッターで、2万円以上するオイルを、まあ、最低ラインとして、それ以上の値段のオイルを入れておけば、まあ、リッター1000円以上とか、まあ、1000円、2000円のね、オイル入れといたら、万が一壊れたとしても、諦めがつきます。はい。あるポイビストがですね、おっしゃったそうですね、死とは納得であるという言葉がありましてね、同じくですね、こうエンジンがこう死んじゃった時にですね、いいオイル入れてたけども仕方ないよねという、諦めが納得がいきます。はい。で、もしもその時にですね、ケチンボしたオイルであるとか、オイル交換をサボってですね、で、それでエンジン壊しちゃったと、ってなったら、ちょっと諦めつかないですよね。うわ、あの時オイル変えといたら、とかってなりますよね。で、そういう後悔がないように、はい、遺品整理のような扱いですね、オイルは。はい、どうせ壊れる時は壊れるので、来たるべき死に向けてですね、納得がいくようにですね、まあ、親孝行みたいなもんですね。はい、何かあった時に、あの、納得がいくようにしようと。それがオイルの役目かなと思います。はい。したふうなことをね、いっぱい言いたいんですけどね。あの、都度分解してるわけじゃないんで、僕は知らないです。はい。まあ、その点で言っても2万円ちょっとぐらいですか、これ。2万4000円とかそんなんですか。まあ、いいと思います、これは。なんか雰囲気すごい良くて。もちろん結構ぶっ飛ばしても、白煙も何も出ないんで。あの、シャモクレオイル入れるとね、すぐ白煙出るんですよ。で、あえてその名前出しませんけど、ホームセンターで買える、某アメリカの、ブランドのロゴが入った、実際にはシンガポール産のオイルがあるんですけれども、それがですね、10W50 でレーシングとかって書いてあるんですよ。で、一回ジョーダンで買って入れてみたんですけど、あの秒殺で白煙が出始めまして、シャバシャバやんかってなって。で、それは、車とか買いに行った時に1リッターぐらいで入ってるんで、で、ちっちゃいんで、すごい昔は、600円ぐらいで売ってたって言ってたかな。
なんかこう車屋さんとかはそういう点でこう出先から引き上げるときにペール、あの4リッター缶持ってた邪魔なるんで1リッター売ってるからっていうので重宝されてたらしいんですけど、今そのオイルももう1500円ぐらいするんですか。でその割にもすぐシャバシャバなりますよあれっていう話だったんで、で僕もすぐシャバシャバなるなって思ってて、また別の結構やってる友達に聞いてもあれダメですねって言ってたんで、はい、なので 10W50 って書いてあってもね、アカンオイルすぐダメになって白煙出たりするんですけど、その点これは大丈夫でした。あとこの前足立さんのところで入れてもらったニューテックもすごい良さそうでしたね。まあなんか油圧計つけるとかでそれに準ずる判断基準があるといいんかもわかんないですね。自分がすごい研究してたらねいっぱい喋れるんですけど、あくまで今のところのオイルはなんかそんな感じです。はい、高いオイルを入れて気を紛らわしましょうという話でございます。次が、こちらでございます。例のアルトの作業で意外とええかもしれへんと思ったのがこれね、なんか3年に1回ぐらいしか使えませんわって言ってたんですけど、僕ねオイル交換とかねマジで嫌いで、あの辺の作業が整備上手い人って汚さないじゃないですか、服にしても床にしても。ほんでこの前もあのプロのオイル交換をちょっと観察してたら、やっぱりこういうその、まあ、この先にあのドレンをこのなんか掴むようなやつついたようなやつでね、こう遠くからこう緩めたりとか、手に油がかからないようにこう距離を上手に取ってはったんですよ。それドレンボルト緩めるときにこう押しながら最後ピュンって取ったら、手には最小限のかかり方で済みますけど、結局手かかるんで、でもそういうのはもう鬱陶しいんですよ。いやそこに来てこれだとわずかこんぐらいではあれでもちょっと距離を置けるので、あいつとは距離を置きたいんですよ、ドレンみたいなやつとは。はい、でその点これは距離が置けるぞということで、なんかもっとなんかスマートなやり方ありそうですけど、まあ、何せちょっともう直接触るとダメですね。まあ、油もんなんかもう触りたくないんでもう汚れるんで、そエンジン組む時とかやったら別ですけどね、あんなも俳優じゃないですか。できる限り触りたくない、はい、整備するときにもう爪の間にねしょっちゅうしょっちゅうオイルついてね、汚れついて、んでそれをねピンク石鹸とねアズワンの爪っこブラシっていうのがあるんですよ。ここあたり画像出しておきますけど、で、まあ、僕の知る限りその爪の間の汚れを落とすのはその爪っこブラシっていうのが、まあ、一番落ちるんですよ。でそれも、大昔のエモケン TV で、紹介してて、それからですねこう 2,3 個そう意外と持つんですよね。もっとすごい頻度で変えた方がいいんでしょうけど、そうやってこの爪の汚れを落としてたんですけど、スコーチの竹さんっていらっしゃって、で、アンダー鈴木さん、あのアンダー鈴木さんですね、あのアンダー鈴木さんのエンジンを組んでらっしゃる、スコーチの竹さんの、YouTube チャンネル、ケンディーさんという方がこう撮られてるんですけど、それがですねちょこちょこ見てるんですけど、そこで紹介してらっしゃったのがここのこれなんすわ。ちょこちょこ言うてますけど、このこれ簡易包装組み立てグリップ、これめっちゃいいこれ。うん。兵庫県の姫路市なんや。ほんで、前まで、まだ別のケミテックやったっけな。かなんかの、やつ使ってて、で、それは結構早い段階でこう、破れちゃったりしてたんですけど、これね、破れへんねんな。指先の感覚が、かなり良いです、これは。はい。で、配線とかビニールテープとかをこう切ったりとかビニールテープ巻くときはちょっとしんどいけど、でそれ以外の作業はこれにしてから単純に怪我しなくなりました。やっぱり当たり前ですけど怪我しないですね。ちょっとこうガーンってぶつけたりとか、まあ基本的に工具はこう引き手で作業してくださいっていう風に言われると思うんですけど、引き手で作業しててもまあ結構ガシャンってなんかぶつけたりとかするんですよ、思わんところにね。でそういった怪我がほぼなくなりました、これで。ほぼは嘘やな。でもだいぶ減りました。半分以上減ったんちゃうかな。で、それと同時に、手のこの掃除がですね、とても楽になりました、これ。デメリットとしては、一定を超えると、どれぐらいだろうな。まあ、これが、新品で、で、今はこういう状態からどんどんこうなっていくんですけど、まあ、これぐらいになってくるとですね、これ著しく臭くなってきますね。はい。どなたかもコメントくださってましたけど、いいんですけど。ただまあ、総合的に言ってもすごいいいと思います。で、あとは、コメントであったのが、S サイズかなんかのいっちゃんちっちゃいやつ。で、パツパツでつけると、指先の感覚がいいですよという話もあったんで、まあ、次ちょっと S 買ってみてもいいかなと思うんですけど、今のところこれ、すごいいいです。あと、ジョーとかは、あれ、どこのメカニックグローブかな？ジョーとかタニタクは、もうちょい薄手の、薄いメカニックグローブ、使い捨ての、もっと使い捨ての、を愛用してて、まあ、あれもあれでね、確かにいいんですけど、なんか、
組み立てとかするときに、あの、ほんまの薄手のやつって結構挟まるイメージがあって、で挟まってあの破れたりするような印象があるんで、で僕はこっちを、使ってます。なりに分厚さがあるんで、安いんですよね、これ。これね、あの、いいと思います。他にもこれいいよっていうのがあれば、言ってください。僕もいろいろ試したいんで。これはね、マジでおすすめ。あと、これはね、あの、鉄骨の職人さんの先輩が教えてくれはって、いいわって、これも、使ってる人多いかもわかんないですけど、今日はオイル作業シリーズで、これね、モノタロウの、まあ、多分似たもん他からもあると思うんですけど、オイル吸着パッド、1パック10枚。こんなんめっちゃいいですね。はい。あの、オイルとかを、作業を失敗したり、なんか横着かまして、こう、こぼしちゃったみたいな、時に、これをこう、ペタンってしてやると、吸着力、うん、半端ないですね。前、サーキットで使ったはって、あ、賢いなって思ったのが、おむつ。で、多分ね、あのね、女性用のね、生理用品とかでもね、あの、吸着力いいと思うんですけどね、おっさんがね、生理用品買うのちょっと気が引けるんでね、あの、おむつとかやったらね、まだね、なんかいい感じ出せるんで、はい。さもお父さんですよ、みたいな、空気出しながら、汚いオイルをこう吸うのにおむつ使うっていうね。で、こんなんがあると、こう、綺麗な、作業ができますね、ということですね。あとね、これもまたね、皆様のね、意見を伺いたいんですけど、ホームセンターで売ってる、僕はコーナーが好きでコーナー用行くんですけど、あの、6ロールとかで超安いキッチンペーパーは、なんかすごい一瞬でなくなるイメージがあるんですけど、このライフレックス、コーナーのキッチンタオルは、なんかまだ持ちがいいような気がします。で、この辺のシリーズで言うと、コストコの、白い方のキッチンペーパーが僕は一番好きやったんですけど、なんか今のところこれでもういいんじゃないかなと思ってます。ますますコストコに行く用事がなくなってきましたね。以前にコストコといえばみたいな感じで、嬉しくなって、このショップタオルの通報のやつ、前も言うてたか分からへんすけど、こう洗浄した部品をこう並べるこの、こうマット代わりに使うと、これはすごいいいんですけど、キッチンペーパーとしてこれを使うと、捨て時が分からんっていう問題があって、あと、捨て時が分からないんですけど、次汚れたものをすごい綺麗なウエスで拭きたい時に、捨て時の分からないこれを使うのはちょっと嫌なので、結局こればっかり使うっていうことが起こって、じゃあそもそもこれでいいじゃないかということになって、最近もっぱら、これを使ってます。まあ、これはその部品をこう、意識高い感じでこう、置いたりするときのマット代わりですね。これは高い方のがなんかいいような気がする。こんな紹介する予定じゃなくて、そもそもね、正直最近ね、別に工具がもう一巡してしもて、そのプロの整備士の人とかやったら、どんどんその新しい車触るんで、新しい工具必要になると思うんですけど、もう、僕の場合、触る車がもう限定されてきてるんで、もう正直今の工具で全然足りてるんですよ。で、せやし、それ以外のもので、なんか新しい工具が買ったよとかっていうのは、あんまり最近ないんですけど、ないなって思ってたら、意外と他のケミカルがあるもんですね。で、最近はこのパーツクリーナーにしてます。前まで大阪魂の、緑のパーツクリーナーやったんですけど、なんか、内容量がなんかちょっと少ないような気するなってなって、で、こっちにしてからの方が、なんか一缶に対してなくなる量が少ないような気がします。はい。気のせいかもわかんないですけどね。うん。で、あとこれのノズルがね、かっこいいっていうのと、で、あと単純に落ちる量を考えたときに、前に誰かも言ってましたけど、なんかケチンボして、その安いパーツクリーナーで一生懸命落とすよりも、洗浄能力の高い、和光図のやつとかでちょってやって、で、それで落とした方が実際に落ちるんで、なんかそっちの方が、なんか結局安いし、うん。汚れ落とすためのパーツクリーナーやし、多少高いやつでもいいよねっていう気もします。まあ、これ250円ぐらいやったから、その高ないやつですけど、悪くないかなと思いますね。ほんまはこれのちょっと改善作業を動画にする予定やったんですけど、ちょっといろいろ紹介したいものがそういえばあるので、結局なんか喋るだけで終わりそうですけど、これはちなみに、カバーが取れちゃったんですけど、オメガ、オイルのオメガですね、の、なんかネジ緩めるスプレー。ね、なりに値段したんですよ。3000円いくらしてたんちゃうかな。ただめっちゃいいですね、これ。うん。で、これもさっきの話で、これでダメだった時に諦めがつきます。はい。非常にいいです。で、3000円ぐらいしてたけど、どれぐらいやろ ?1 年は言い過ぎやけど、多分半年以上使ってますね。まあ、そんなに使用頻度があるもんでもないんで。でもなんか、ラスペネとかよりいいような気がする。いっぱいくださってるんですよ、鈴木紀子さんが。ちなみに、
だいぶ前の話ですよ、くださってた。今更かえて思われるかもわからないですけど、こんな、こう、ドリンク入れもありまして、これは夏にだいぶ重宝させていただきました。はい、まあ、ちょこちょこね、ベルハンマー使ってますけど、まあ、正直な話、これとオメガやったら、なんかオメガの方が、なんか雰囲気がいいような気がします。はい、これとこれやったらね。はい、ただこっちは、そのラスペネとか CRC とかよりも、ラスペネとなんか同等なんかな。なんかちょっとこう、粘りっこいというか、なんか根性入ってる感じはしますね。その防水能力というか、その潤滑に関しては。まあ、特に値段がそもそも違いますけど、CRC なんかはこう、ふわってすぐ、なんか揮発しちゃうイメージありますけど、まあ、結構こう、長いこと、あ、やっぱ素晴らしいって、フォープロフェッショナルって書いてありますね、これね。うん、やっぱプロって書いてあるのがいいって、武井さんおっしゃってたんで、まあ、プロって書いてあるんでいいと思います。ほんで、ベルハンマーゴールドね。ベルハンマーゴールドは、正直、ミニバイクのレースとかしてないと、ちょっと体感難しいかなとも思ったんですけど、ベアリング単体とかに塗布した時の、感じは、結構いいんちゃうかなって思います。はい。で、ただ、今よく言われる話ですけど、これ点火系のもんで、エンジンオイルとかに混ざったりしちゃうと、どういう反応するかっていうのがちょっと分かれへんなというところもあるんですけど、フロントのアクスルシャフトであるとか、そういったところの単体部品にはすごいいいような気がします。で、結局これもまだ使えてない、使うシーンがあんまないんで使えてないんですけど、ベルハンマーの液も、くださってるんですよ。で、これに関しては、僕より多分、真面目にデータ取りをしてる友達がいて、原付きに乗らせればもう日本トップクラスだっていうやつがいるんですけど、でその子なんかが、スクーターのギアオイルで、その辺に、まあ、多分これのことや思いますわ、ベルハンマーの原液、入れてやると、相当こう簡単に言ったら転がりやすいというか、いいって言ってましたね。でやっぱりそれも、原チャリなんか特にですけど、クラッチプレートとかでそういったものが介在してないんで、単純に歯車とベアリングのみなので、でそういうものに対しては、こういう点火系のものっていうのは結構いいんかもなと思います。はい。もう分からないですけど、これは僕がテストしてないんで。で、モケン TV がですね、ちゃんとしてるところはですね、良くなかったものもちゃんと言いますけど、もうこれもいただいてたんですよ。容器がちょっと今パッとないんですけど、これが、エンジンにこう入れるやつです。で、これは正直ハイゼットに入れたんですけど、デシベルで回転に応じて入れる前、入れた後で、エンジンのデシベルもスマホで計測したんですけど、違いが分からなかったです。はい。で、なのでよく言われるエンジンが静かになるとかって言いますけど、でそれに関しては僕はあんまりよく分からなかったです。んで、入れて、ちょうど和歌山に、バイク取りに行く前に入れてみたんですけど、でそれからちょっと様子見たりしてますけど、正直これはね、あんまちょっと僕はちょっとわからなかったですね。だからやっぱり、ベーリング単体とかのものに塗布するっていうのは、効果が鮮明にこうパッてわかるかなって感じなんですけど、エンジンオイルにね、添加するもんはね、ちょっとわかりにくいような気しますね。ようわからん。で、添加剤を入れると効果は出るんやけど、エンジンオイル自体の寿命は短くなる傾向らしいので、やっぱエンジンオイルとかはなんかアメリカのやつがいいんじゃないっていう気がします。はい。意外となんかあるな、紹介するものが。これめっちゃ良かったっすよ。デッセルのデンドラボール。はい。これね、内装とか、ゲンチャリの外装とか、車の内装関係。なのに、まあこれものすごいですね。で、ただ、例えば M5 とか M6 とかかな、のネジを締めたり緩めたりっていう時にはちょっとトルクが足りませんね、というところで。で、その点これですね。これね、結構信頼のおける人たちがですね、これはいいってすごい言うてたんで、ほんまかいなと思いながらですね、買ってみましたけど、すごいいい、これ。で、何がいいかっていうと、ここで、この回転を、こういうように、かなり微調整が効きます。っていうことで、限りなく、手で締めてる感覚に近いんですよ。それでいて、それなりにトルクも出るので、これすごいいいです。ゲンチャリとかいじんでたらマジでいい。はい。思ってたより良かったシリーズです、これ。なので、おすすめをしております、この辺は。で、あとこれも、前に言うてたかわかんないですけど、クニペックスのニッパー。もうね、もう説明するまでもないですよ。もう持った段階ですよ、これ。普通のニッパーと違うなっていうのは、もうほんまマジでこの持った時点でわかります。どこのメーカーとは言わないですけど、僕があまり好きじゃない日本のメーカーがあるんですけど、
頑丈は頑丈なんですけど、そこのは全体的に、あれ何が悪いんやろな、金属の比重が重たい、なんかわかんないですけど、持った瞬間にね、ラチェットとかもね、なんかすっげえ使いにくいなって思うんですけど、やっぱいいものはね、持ってすぐわかりますね。全然違う。これやっぱクニペックス、素晴らしいです。はい。この辺も素晴らしいですからね、このクニペックスのプライヤーレンチ。ヘロヘロになった鉄板とか、これで挟むだけで、マジで成形できますからね。溶接とかのことするやつはもう間違いない。T シャツが大変遅延しております。申し訳ございません。申し訳ない。これはほんまに。めっちゃ前に発注してるんですけど、2週間前ぐらいかな。まだ来ないんですよね。一月ぐらいで、お手元に届く予定がですね、お待たせしております。申し訳ございません。こればっかりは。はい。寒なってしまいました。あと、未だに受注ももちろんしてますし、まあ、新作も出そうと思ってるんですけど、車壊れたのロゴが前に前面よりかは、背面も可愛いかなと思って、前開きジップタイプの、背中に車壊れたロゴを入れるパーカーをちょっと作ったんで、それなんかも買えるようにしてますんで、また新作出ますけども、とりあえず欲しいよという方いらっしゃいましたら、多分前開きがね、一番お買い得になってると思いますわ。お値段がほぼ据え置きで、させていただいております。はい。といったわけで、もろもろ。ありがとうございました、鈴木貴公さん。ずっと前からくださっててね。何気に、前、めっちゃ前にくださってたけど、まるまるちゃんと説明するの、これが2回目ぐらいちゃうかな。ゲンチャリいじりにはやっぱいるんちゃうかな。車やと単体やったらどこなんやろ。使いどころがちょっと難しいかもけど、もうこれ悪くないですわ。いいと思います。はい。他はちょっと難しいかな、使いどころが。はい。そういったところでございます。またちょっといろいろ道具なんかも開発してですね、紹介していこうと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。